2択でしくじり回避ではなくドッキリ神回避。4アップデートでステージが追加されました。ちなみに最初ちょっと紹介したアプリも最新リリースで出ております。ゲームキリア特典ボーナスステージが遊べるようになりました。このような感じでね、3種類のアイテムがゲットできるみたいです。じゃあちょっと右押してみましょうか。おお、エンドの隣ボーナスステージ1からやっていこうと思います。他にも2つほど追加されてます。ではこの UFO みたいなやつ、宇宙人回避っていうのをやってみようと思っております。いや楽しみですね、久しぶりなんですよ。ステージ32、宇宙人回避。お、ニワトリだ。は当たってる。回避していくのか。宇宙人回避。ルール説明。平凡な日常に突然侵入してきた UFO。発射させる炎に当たらないように主人公を右か左かタップしておける。当たるとドット化してゲームオーバー。当たらなければ OK か。紛れて発射させる、なんかてるてる坊主とかを一つでもゲットできるとクリアか。まあ、やってみましょう。ちょっとやってみるか。なるほど。これちょっとまず当たり判定を調べたい。頭は大丈夫。ここ。だから下のところか。ギリギリ。こういうね、最初当たり判定はどこなのかっていうのをね、ちゃんとね、把握するっていうのがこのゲームね、攻略方法ですね。じゃあちょっと帽子を取ってみよう。これでクリアかな？まずは。一つパーツをゲットしたので。今、ゲットしたので、左下が解放されました。では残り2つもね、ゲットしていこうと思います。当たり判定を調べる。下も大丈夫。こんな感じ。横にいるときに、こうやって右とか押しても当たらない感じ。だからこれは大丈夫。みたいな感じですね。この当たり判定をね、どこなのかっていうのをね、ちゃんと把握するのが大事ですね。だからここも大丈夫。だからこうやってやって、これも OK みたいな感じですね。これ、覚えてるのと覚えてないのだったら、全然違いますからね。最初把握しておかないと。ね、ルールは同じなんですから。ゲームのプログラミング的に。今回一番最後まで行ってみようかな。おー、いっぱい出てきてる。てるてる坊主は取らない今回は。左にあるって覚えておいて、多分ゴールに最後のやつがあるんだと思います。てるてる坊主はちょっと動画外で集めておこうと思います。同じことやってるだけなんで。だからこれも OK なんですよね。受けるのはね。左とかにあるのかな。あれ、おお。クリアしたら上から降ってきた。シャンデリアみたいな感じですね。じゃあちょっとてるてる坊主も集めておきますね。裏で。ちなみに当たった場合はこのようになります。こちらもね、スタンプが入手できたので、一回失敗しておくことをお勧めします。右上のところに出てきましたんで、これですね。このように懐かしいテイストっていうスタンプがもらえます。さあ、すべて解放したのでやっていきます。落第回避33やっていこうと思います。ものすごく久しぶりなんですけど、おお、上の人タップしたらなんか木がすごいことになっちゃった。もう一回タップしてみる。なんか最近ちょっと別のゲームなんですけど、ハリーポッター流行ってますよね。落ち葉を掃除してるおじさん。あ、ここでなんかもらいましたね。これで掃除するの私？え、もしかして、うお、違うって。ほうきを飛べみたいな感じになっちゃってる。じゃあ試しにこれを持たしてみますか。いや、そっちも同じなんかい。あ、右上なんか木がちょっと生えてるみたいな感じが気になりますね。まあ、一応すべてのスタンプを集めようと思ってるのでね。ここにありました。これグローバルギア様もハリーポッターの新作ゲーム遊んでる人がいるんじゃないでしょうか。右上にお城も出ますしね。ではやっていこう。杖も取っておこう。これ一回タップして他のところタップしても特に何もないですね。この状態だとないからもう一回タップして、おじさんが来てこのほうきを手に入れるっていうところまではね合ってると思うんですよね。もう一回タップしてみる。あ、これはもうタップできないのか。次の人に。なになにこれ、杖を渡しました。この友達、これでほうきを持たせれば OK。 飛べるんかーい。落第回避。あ、なるほど、掃除とかじゃなくてちゃんと飛びなさいみたいな感じか。回避成功です。なので答えはまずここにね、杖みたいなのがあります。この男の人タップして、おじさんが来て、ほうきを取ります。で、今からやるのは、あと残り一つの失敗ですね。友達に持たして。
これで先ほど後期を持たしたら回避成功でした。今度こっちを持たしてみよう。これでも飛べるのかな。もう飛べた。上に上がりすぎてる。早く。これで全てのスタンプが揃いました。失敗のやつですね。まあ、このような感じで全ての失敗もね、見せれたらいいなと思っております。じゃあ、雨のやつかな。次は、ステージ34。てるてるポーズをゲットしました。まずこのまま寝てみましょうか。どうなるんでしょう。嵐がすごいですね。遠足9時集合。てるてる坊主を作ってなかったからダメっていう可能性がありますね。ちょっとリトライして、どっかで多分てるてる坊主を作るんだと思います。これを取って吊るすのかな。この辺に来ました。ここに下に何かあるんだけど、タップしても取れないんですよね。開けてみますか。いろんなところを今タップしてる感じですね。何か入ってました。ビスケットのおやつですね。ティッシュが置いてある。いっぱい取れるんだけど、アイテムがいっぱいですか。これだから、なんて言うんだろう、ティッシュいっぱい集めてたらなんかできるみたいな感じだったのかな。お菓子食べてみます。寝る前食べれないか。他は自分がてるてる坊主になっちゃった。なるほど。これはどんな感じ。晴れましたよ。ただちょっと遅れちゃったね。自分がてるてる坊主になっちゃったおかげで、てるてる坊主が2つあったらなんか正解みたいな感じになりそうなので、やっぱり最初にてるてる坊主を掲げた後、ティッシュを取りまくってみよう。これだと5枚取れるんでね。あれ嘘、これもダメなの。ティッシュいっぱい取ったらいいってわけじゃないんだ。アクションってやった。もう一回取れるぞ。これなんかなくなった。ティッシュが右下。これちょっとやってみるか、ずっと。ずっと全部ゴミ箱に捨ててる。お母さんが来ました。片付けて。リモコンみたいなのを置いていきましたね、これ。これがなんか意味あるんでしょうかね。つけましたよ。天気予報。あ、ここにてるてる坊主がありました。よし、これで OK だろう。ただ、私思ったんですけど、これもう一個なんか、置く場所があるじゃないですか。これをなんかつけるみたいな感じになるんでしょうかね。ちょっと他のやついろいろ見てみましょうか。あ、これお菓子あげたらなんか飛んでいきました。で、これで取って全てまとまって、てるてる坊主ですね。ティッシュと輪ゴムみたいなやつ、このカーテンは特に必要なかったです。これで寝れば OK かな。3つかける場所がね、3つあるのでね。OK。これで起きれたか。7時。いや、結構難しかったですね。回避、成功しました。他の答えもちょっと見ていこうと思っております。まだ見てないのが、てるてる坊主を1つ掲げて寝る。どうなるんでしょう、これは。少し雨が止む感じですか？いや、降ってますね。変わってないんじゃないでしょうか、これ。ただ、これ右上見てください。シールは新しくなってます。ニューです。じゃあリトライ。じゃあ次はね、てるてる坊主をね、2つ掲げるやつ。それと先ほどね、なんか答えがわからなかった人もいるかもしれないから、ちょっともう一回これをやっておきますか。で、クシュンってやるんですよ。するとね、お母さんがね、ゴミ箱を取りに来てきます。で、リモコンがあります。ここのね、テレビのところにてるてる坊主がありますね。はい。で、あと残り1つはこのお菓子が入ってるんですよ、ここ。で、ここのお菓子をここに使う。すると鳩ちゃんでしたね、これ。で、これをゲットして、あとティッシュをもう残り2つ手に入れたらてるてる坊主ができる。これを掲げて寝ると OK です。ただ今回は残りの1つの失敗を見たいので、てるてる坊主2つで寝てみます。どうなるんでしょう。曇りみたいな感じかな。曇りもいいんじゃないですか。あ、落ちたら雨が降っちゃったみたいな感じかな。これで全てシールが集まったと思います。じゃあ最後、
35番ゾンビ回避っていうのをやってみようと思います。シャンデリアの L みたいな感じですね。このまま進んでみるかダメだ、扉がかかってる。上の雲も怪しいんだけど、わーゾンビが入ってきちゃった私もゾンビにされちゃった。なんかリアルだな。回避失敗です。シールはゲットできたんで、まあ、一発正解みたいな感じでやりたかったんですけどね。これコップが逆さまになったぞ。上とかは何も落ちてこない。ガラス割っちゃった私生きちゃったんだけどガラスタップしたら、わあこれも同じかな。シールはどんな感じでしょうかね。ちょっと変わった感じですか。右上ニューってなってたら OK です。 OK です。新しいシールでした。この左の扉は関係なしと。これもなんかの後々なんかやると思うんですよね。ちょっと逆さまにしておきますか先に。いやこっちも同じでしょう絶対。扉が開いてる。クモちゃんをゲットしました。シャンデリアも怪しいんですけどね。このクモをなんか使えないですか、どっかで。この辺とか、うん、使い道が分かりませんね。上とかも特に何もないですし。おお、クモの糸だ。上に上がれます。クモをこの天井のところに使いました。さあ上は何があるんでしょうか。クモちゃんがもう垂らしてくれてるペガサスの絵がゲットできましたね。を揺らしたらシャンデリアも特に何もないと。お、鍵が落ちていきました。今見ましたか。なんか2回揺らしたら鍵が落ちてきた。これはちょっと怪しいな。ちょっと下に行ってみるか。鍵が落ちたはずだから。で中に入ってこれ逆さまにすると金の鍵が落ちてくると。これ開けていいのかな。もうそのままもうなんか手に入ったぞこの絵をどうすんだろう。上行ってみるか。私も一応楽しみながらやってますからね、初見プレイで。絵をやってる、掲げるこれ。いや、これ怪しいんだけど、これは撮るのか一回。いろんなところに掲げるみたいな感じですか、これ。おお、あ、なるほど。合体させたら馬ができた。これ今偶然です。偶然回避しちゃったかな、今。適当にね、つけてたんですよ。お、これが回避成功です。いや、いいですね、これ。どこに連れて行かれたんだろう。夜にかける。レア2。では、残り一つもね、ちょっと探していきます。右上の蜘蛛の巣取って、上開けて、蜘蛛ちゃん使って、もう慣れたものですよ。上に行って、ここタップして、金の鍵が落ちてくるから。これどうなんだろう、馬。これかな？いや、今回は失敗をね、見るだけなんで。うわーこんな感じか。だから顔のところをさっき変えてあげたから、OK でしたよみたいな感じかな。これでね、シールすべて集まりました、一応。今回はボーナスステージ1の32から35まで遊びました。次回はこちらの方、ボーナスステージ2の実況をやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。